はい皆さんこんにちはチームハロンズ黒川ですオーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します本日ロンドン市場の見通しとなりますまずは結論から二時間視ボリンジャーバンド一目金公表トレンドはありませんストーキャスティックス買いシグナルが伝統ということで二時間足ベースは上値の重い展開と考えておりますそれではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します 2時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い点線21本移動平均線直近では真横を向いております2時間足ボリンジャーバンドトレンドレスということです2時間足ストキャスティック2回シグナルが点灯しております はい、こちら2時間足の位置も均衡表です。ロウソク足と雲の位置関係から明確なトレンドは出ておりません、ただロウソク足の上にはレジスタンスラインとして雲の加減、転換線などが並んでおります、チャート形状的にもなかなか上に行くのは難しいのかなという感じがしております。 はい。それでは本日、ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。サポートラインは93円の50レベル。93円の50レベルと考えております。はい。続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは94円の50レベル。94円の50レベルと考えております。 はい、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしたキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨10ロット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大100万円合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまた YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はいそういうことでオーストラリアドル円です本日ロンドン市場の予想レンジということで93円の50レベルかが94円の50レベル93円の50レベルで から94円のレベルとということですポイントです、中国リスク警戒リスクオフ円外い5ドル売りということで現在、オーストラリアドル円なんですが、まあ、株が軟調に推移ということでリスクオフの円外が進行さらには中国の大手不動産デフォルトリスクあとは中国の経済指標が まあ、昨日発表の中国の経済指標が悪化したということで公中国と交易関係の深いオーストラリアドルは上値の重い展開ということです、はい、そんな中2時間足ボリンジャーバンド一目金好表トレンドレス2時間アシストキャスティックス買いシグナルが点灯ということでオーストラリアドル円本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には上値の重い展開と考えておりますオーストラリアドル円 本日、ロンドン市場におきまして、チャート形状的には上値の重い展開と考えております。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。